今日のビッグスポーツは第11回ジャパンオープンボーリング選手権の模様を池袋の畑ボーリングセンターからお伝えします。このジャパンオープンはなんと参加者がアマとプロ合わせて1068人も出ているという日本一規模の大きい大会なんですね。そしてこの大会は全米マスターズそしてクイーンズに派遣する選手を選考会も兼ねています。はい、クイーンズといえば過去に日本の稲橋選手やそして杉本選手が優勝経験があるんですけれども、今年のマスターズそしてクイーンズの日本選手団の団長として同行されました日本プロボーリング協会の常務理事でいらっしゃいます笠谷三郎さんにお話を伺ってみたいと思います。笠谷さん、お願いします。どうも。マスターズクイーンズといえば、はい、参加総数が約5万人そして3ヶ月の期間をかけて行われるというまさに世界一の大会ですよね。そうですね、あのマスターズクイーンズはこれはあの男の大会と女の大会別々にですね約5万人が毎年毎年あの行われてるんですね。それも各州を変えて行われます。今年はあの男があのナイアガラの滝、女がコネチカットのハートフォードというところで行いましたね。はい、ところで今年の日本選手団の成績の方はいかがだったんでしょうか。そうですね、あの残念なことにあの女性はいつもいいんですけども稲橋だけが決勝に残りました。まあ、入賞はちょっとできなかったんですが、男性は要するに ABC マスターズの方は、決勝に残りませんでした。それではですね、来年の、まあ、この今回の大会で入賞者がいきます、はい、そのマスターズそしてクイーンズの展望の方はいかがでしょう。そうですね、あの今残っているあの1位から4位までの選手が男女ともにですねみんなあのマスターズクイーンズの経験者ですので、来年はあの期待が持てると思いますね。もう、非常に楽しみになりますね。そうですね、はいはい、それでは放送席の吉澤さん、お願いします。はい、放送席解説をご紹介してまいりましょう。日本プロボーリング協会常務理事おなじみの大久保光希さんです。大久保さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回の11回ジャパンオープンボーリング選手権、はい、素晴らしい顔ぶれ残りましたね。そうですね、今練習してますけどもね、はいはい、まあ、しかも中でもですね中山律子プロ、はい、先ほどのゲームで278もうあわやパーフェクトというゲーム打ちましたね。そうですね、そしてまたダブルイルミネーションの時にも平均アベレージがね230ぐらいだったということで、すごいハイアベレージだったですね。はい、まあ、あの予選でも半井清プロが300、はい、パーフェクトありました、はい、そうなりますとこのハイレベルのゲームを見てみますとですね、はい、今日ももしかするとパーフェクトが見られるかもしれません。そうですね、久しぶりにテレビ決勝のパーフェクト、楽しみですね。そうですね、さて、先ほど出ましたこのダブルイルミネーション方式なんですが、ジャパンオープンではもうすっかりおなじみの方式です。敗者復活戦がある方式でありまして、各選手1回だけ敗れることが許されております。そして敗者ゾーンから勝ち上がってきて、勝者ゾーンで勝ち上がってきた選手と対戦することができるという方式です。今回のジャパンオープン、またまた好ゲームが期待できそうです。それでは早速女子の3位決定戦の模様からご覧いただきましょう。この番組は女子3位決定戦は中山律子対野村美恵子の対戦となりました。ゲームは第8フレームに入っています。さあ、これから8フレ、9フレ、10フレ、いよいよ終盤です。そうです。さあ、中山は今来るな来るなと祈ってるでしょうけど。そうですね、はい、さあどうか、第8フレームの1投目、薄い、ちょっとボールが流れました。ゲーム前無欲で臨みたい、それがかすかに欲が出てしまった。そうですね、勝負のあれがちょっと今出たような感じがしますね。さあ、難しいスペアをカバーに行きます。これは取りました。一球上の先輩の意地を見せて突き放すことができるかどうか。天秤が残った。勝負の方は今の一本残ったということでまた面白くなりましたね。そうですね、はい、こういう時は得てしてこういう何でもないスペアがミスもんです。これは取りました。完全に9-10の2フレーム勝負になりましたね。そうですね、はい、まあ、しかし大久保さんね、中山さんの方は足に針を打ちながら投げていると、はい、そういうふうにおっしゃってたんですけどもね、まだまだ痛みがどうしても膝とか足とか腰とかその辺に残ってると。そうですね、これ中山あのストライク出ると思いますよ、これに。そうですか、はい、来ました、ストライク。ファンデーションのストライクになるかどうか、続けることができるかどうか。さあ、第9フレームどうか。大丈夫でしょう。来ました、ストライク。最後にピンアクションセブンピンが倒れました。いや、これは本当にいいゲームになりましたね。
第11回ジャパンオープンボーリング選手権女子の3位決定戦、野村対中山、まさしく行き詰まる決闘、テンフレ勝負となっています。吉澤さん、はい、野村選手なんですけれども、先ほどからその左手の親指を気にしておりまして、今よく見ましたら、どうやら皮を剥いてしまったようですね。あー、なるほどね、はい、大久保さん、ゲーム中に剥いたんでしょうかね。そんだけですね、違うところに力が入っちゃうんですね。さあ、これ来ないと負けますよ。さあ、どうか。来た、来たか。うーん、セブンピンが揺れている。唇を噛みしめて悔しそうな表情の野村。あー、やっぱりね、そのどうしてもここで欲しいという時にちょっと力が入ってしまいますね。そういうことが今あったように手の皮を剥いてしまうようなことになってしまうんですね。これでスペアを取って中山のミス待ちということになりますね。そうですね、はい、まあしかし今は本当に悔しそうな表情してますね。野村も相手にとっては悔いがない相手ですからね、うん、さあセブンピン取りました。さあここでカウントを出して終了して中山の投球を待つという展開になりましたね。はい、野村がストライクで214ですね。そうですね、はい。さあ、野村美恵子、最後の投球。あ、ナイス。これは来ました。214分でゲームを終了しました。さあ、中山のこの1球ですね。はい。中山がストライクが来れば、勝ち、はい。はい。スペアでももうほぼカウントで勝ちですから、ね。そうですね、はい。まずはストライクが来れば決定です。中山としてはスプリットを出さないように。そうです。そういうことですね。柔らかく。うん、さあどうか、9本です。このスペアを確実に取れば、中山が優勝決定戦に進出することができます。はい、スペアの5本で勝ちですか、6本で勝ちですか。そうですね、はい、しかし最後の最後までわからなくなっています。女子の3位決定戦、1期生の中山対2期生の野村。テンフレの2投目。あ、大丈夫ですね。これは安全、正面から取りました。しかし今の天品も1本楽じゃないですよね。これ取らなきゃ負けるわけですから。そうですね、はい、6本で215ですね。5本で同ピンということですから、ですからまず大丈夫だと思いますね。さあ、これはどうか。最後はストライクでゲームを終了しました。素晴らしいゲーム。女子の3位決定戦、野村対中山、219ピン対214ピン、5ピン差で中山が優勝決定戦進出を決めました。それではこの後、女子の優勝決定戦もご覧いただきましょう。